議員が任期初日に辞職、高野町議、野沢澄夫。品の毎日新聞によりますと、長野県の高野町議会の議員となった野沢澄夫さんが、任期初日に辞職願いを提出し、辞職していたことが明らかになりました。この高野町議会なんですが、高野町議会選挙なんですが、定員割れとなっており、 無投票で野沢さんが当選さされておりました。野沢さんはですね、取材に対して、定数割れの可能性を知り、急遽立候補したが、地域や親戚から理解を得られておらず、議員活動をすることは困難と判断した、本当に余計なことをしてしまったと発言をされております。こちら、こういった議員になるのであれば、 当然ですね、その地域、また日本の国民のために、仕事をする、政治をしていくという決意が、最低でも必要になりますので、まあ、野沢さんだけではないんですが、こういった議員を目指している方々、最低でもそういった志をですね、持って議員になっていただくように、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました